初登場が96年の11月ということで、うん、絶対 VTR 見てみましょう。見ましょう。エブリリトルシングの初登場は96年11月4日でした。みんな若いんですか？そうですね、一人だけ若いですね。彼女はいくつなんですか？18です。 18? おいくつなんですか？羊同士です。おいくつなんですか？28です。なんか知り合いだったんですか、昔から？そうですね。一番最後に入ってきたんですか？いや、一番最後は彼です。僕ですね。デビューする1週間前ぐらいに入ってきたんですか？あ、そうなんですか。ですめちゃめちゃ新参者じゃないですか。そうなんです。はい、最初3人やったもんね。そうだね、うん、今あの人は何してんやったっけ？ちょっと曲は作ってんやったっけ？そうそう、ね、そうそう、ね、何いやいやいや、もう今全然ノータッチ。いや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 、いや、どっち向こうはもう言ってるけど、自分はいやいや言ってる。どっちなの？あ、でもツアーにこの間来てくれたね、うん、遊びました、ええ、あ、何言ってるか分からない。遊びに来てくれました。あ、遊びに。口にちょっと締まりなくなってきましたよね。なんか口ばっかーなってますよ。そうですか、遊びに来てくれた。遊びにって別に一緒に中に入ってやったんじゃないね。ええ、ええ、なんか隠し、なんか隠してるな。隠してないです。隠してないですか？ぼちぼち散髪行かなあかん時期ですよね。うん、5000円やろか。いや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 、なんかパチンコ三昧を。あ、僕ですか？伊藤さん、はい、もう地方で、はい、なるほど、はい。まあだいぶ負けたからね、髪も切るあれもなく。5000円やろか。本当ですか？何が欲しい？あ、スタンバイ、はい、はい、スタンバイしてください。よろしく。まあまあね、客もね、演じが、ジャガーもだいぶ疲れてます、ね。いやまあこれはもう仕方ないね、もうあとでもあとちょっとなんでな、はい、お客さんももうあと一踏ん張りということで。じゃあ行きましょう、曲の方お願いします。Bye.